それではこれより浅草神社御神殿の前におきまして、収穫祭、学校祭ですねを取り行わせていただきます。これからのこちらにございますひもろぎ祭壇にですね、浅草の神様、こちら茅市高畑の、地元の神様、そして、稲の神様、農業の神様、こちらを、お呼びいたしまして、これから稲を刈るということを、ご報告申し上げ、また、収穫に感謝を申し上げる、お祭りになります。これから稲刈りに際しまして、稲刈りを行っていただく皆様方、またそこに使います道具、それらを、お払いをいたします。では軽く頭を下げてください。それからこちらにございますご神殿にですね、お米、お塩、また細かく切りました紙、切りぬさと申しますが、こちらをそれぞれ、巻いて、ご神殿を、また改めて払い清めるという、代表のお友達と一緒に二礼二拍手一礼でお参りをしたいと思います。では2回お辞儀をします。胸の前で手を合わせてください。2回手を叩きます。はい、手を下ろす。最後にもう1回お辞儀をします。
稲を育てるにあたって、また他の農作物もそうですけど、祈りと感謝、この2つの気持ちを常に持ち続けながら接することの大事さを、この神社でのお祭りでは表させていただいているところでございます。どうぞこの後の稲刈りですね、今の祈りと感謝の気持ちを持ち合わせながらお取り組みいただけたらというふうに思います。どうもありがとうございました。では、この後稲刈りを行